本。なんだっけ、成分があって、うちの鉄分って、2型の鉄分なの。Fe2 イオンって言うんだけど、源泉今組んできてるやつは、錆びる前の2型の鉄なの。でもあのお風呂赤かったでしょ、あれは、酸化してるから3型の鉄になってるの。で、ほら貧血の人は、なんだっけ、ほうれん草食べろ、レバー食べろとかって言うけど、あの成分がうちの主成分。経口摂取、口から摂取するよりも皮膚から入れた方が吸収率って高いの。あ、そうそう。で、うちの2型の鉄を目で見る方法っていうのがこれだ、うん、あー、ちょっと赤かったな。ホースがあるけど、これが源泉、うん、あ、ホース動かしちゃったからな。もうちょっと一回、で、試しにちょっと入れるかね。それの、お茶。お茶のカテキンと鉄分が反応する。ほら、変わってきてる。あ、濃くなってきた。ちょっとよくでいい。あ、あ、すごい。へぇー。お風呂は茶色くなっちゃったから、うん。あれはもう、茶色くなっちゃったやつは酸化してるから変化しない。あ、でこの中に入ってる2型の錆びる前の鉄っていうのがお茶と反応して化学変化を起きて、でこういう色になってくる。これまだまだいくから、黒く。昔ほらボーリング技術ってなかったから、井戸って自分で掘ってたの。でその掘った水が飲める水か飲めない水かをチェックするのがこれだったの。お茶を沸かす。そうなんですか。そう。でお茶入れるとこの色になるから。そうすると、あ、これは飲めない、鉄分が多すぎる。あ、さっきの。そう。グレーっぽい感じの色だね。紫色。紫色。これ実際飲めるんですか？陰性の許可っていうのを取ろうと思ったの。うちの農業だと、1日 200cc 摂取。うん、で、重度貧血症と、あと糖尿病の薬にはなる。で逆に今度これお茶入れると、単人血っていう成分に変わって、やっぱりでこれに入った塩酸、塩素、あれを入れると今度は逆に赤になる。赤赤っつか、そのもっと赤くなる、お風呂のような色になる。あ、そうなんだ。強制的に酸化させちゃう。化学の実験っていうことだね。いや、これ面白いですよね。だってギャップがすごいもんね。だってなんであんなお茶ちょっとしか入れてるのに、こんなんなんのっていう。